中国政府がユネスコの世界記憶遺産に日本軍による南京事件と。 従軍慰安婦の資料を登録申請した問題が、先日から話題になっています。一方、韓国と日本で朝鮮通信使を記憶遺産に登録しようという動きも最近出てきました。うんうん、ということで、まあ、あのー、いろんなところで、いろんな意味で、この世界記憶遺産ユネスコの、ね。うんうん、これがちょっと、こう、話題になっていますので、うん、ちょっと、こう、調べてみようかなというのが、今日のニュースなツボです。あ、そうですか、そうです。はい,はい、まず、このユネスコ。 ってよくね、うん、耳にしますけれどもここはどういう機関なのかというところですね、うん、国際連合教育科学文化機関、うん、これを英語にした時の略ですね英語にすると長いですよ、はい、United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ユネスコといい言葉があってよかった <laughs> 本当に略してユネスコ ユネスコで良かった。良<あ>かった。ったはい。うん、要は国際連合の教育科学文化の面で、うん、国際協力をしていこうという、はい、まあ国連の専門機関、はい、ということですね、うん、設立のきっかけは第二次世界大戦中に連合国の文部省会議っていうのが開催されたんです。ここでその戦争。 対戦中ですからね、戦争の破壊と荒廃によって、教育的にはいろんな問題が、こんな問題あるよね、あんな問題があるよねっていうのを話し合ったわけなんですけれども、うん、でそこでいろんな問題が出てきたというところから、1945年11月とか終戦直後ですね、うんえー、44カ国が参加した会議で、えー、そういったところを、まあ、なんとか、 やっていこうというところでしょうか。ユネスコ憲章というのが基礎採択されたとこれが私たちが今一般的に言っているユネスコ機関です。で、まあ様々な活動をしているんですけれども、有名なところはそうですね、世界遺産事業です。いろんな世界遺産というものを指定して、こう子どもたち時代に伝えていこう、になっていこうという世界遺産事業です。いろんな種類が世界遺産としてあります。んとまずその世界遺産分 世界文化遺産、うん、世界自然遺産、複合遺産っていうのがありますね。うんうん これは建築物などの、まあ、形のあるもの、有形な文化財の保護と継承を目的としております。うん、日本からは17今登録がありますね。うん、例えば、屋久島とか小笠原諸島っていうのは、うん、世界自然遺産。うん、はい。そして、この間記憶に新しいのは富士山が登録されました。こちら富士山なんで自然遺産かなと思いつつ、ちょっとあの、 汚れなんかが汚いなんていうのがあったりなんかして <laughs> うん、うん、その題が出て自然遺産で登録はされずに文化遺産になったのででた、はい経緯なんかはその時にちょっと話題になったりしましたよね富士山は世界文化遺産有形のものが世界今言った世界遺産文化自然複合なんですけど無形のものもあります無形文化遺産、うん、これは踊りとかお祭りといった民族の文化、うん、それから口伝によって継承されている歌など。 形ののないものですね、うんはい、日本のものでは例えばお野、歌舞伎浄、はあ、瑠璃、うん、それから秋田の田植え踊りなんかも登録されていて、えー、結構たくさんあるんですよ、はあ、この無形文化遺産は一番新しいのはこれ覚えてる人多いでしょうね去年登録されました和食、うん、日本のね、うん、食和食文化、うんうん、無形文化遺産だそうです。 そして今回、えー、今、貯金で話題になっているのが、世界記憶遺産ですね。うんうん、この記憶遺産というのは、歴史的な守るべき文書や絵画、うんうん、音楽や映画の保存と振興を目的にしているんです。うん、例えば、アメリカ映画、えー、坪井さんも好きですかね、どうなんだろう、うん、1939年の作品、オズの魔法使い、あ世界記憶遺産だそうです。うん、ドイツのグリム童話、うん からベートーベン、大工の自筆の譜楽譜ですね。うんうん、オランダは、アンネの日記などが登録されています。うん、日本からは、福岡県田川市が申請した、山本作兵炭鉱記録図記録文書。これはえー、世界記憶遺産として登録されて。うんうん、政府が申請した、三同関白記。これは藤原道長の日記だそうですけど。うん、それから、えー 警うん、療施設関係書資料はははいはいはい,、はい、うん、とこの三つが登録されている。警庁、検護施,施設か、関係資料。はい、失礼しました。はいはい、え三、ー、つが登録されているというん、ことこれ、記憶遺産っていうのは、やっぱあのあなるほどなと思って、あの文書とか絵画って形があるようなもんなのに、記憶って思うんですけど、うんうん、その、えっと、 ものではなくて、その中に込められたものが遺産なので、もの、うん、ではなく、記憶ということなんでしょうね、うん、音楽とか映画とかっていうのは、うん、その楽譜であったり、フィルムであったりっていうんじゃなくて、その中に入っている作品が遺産なので、記憶遺産ということで、うん、ああ、なるほど、なるんだなあ、うん、ということが、ここで分かってきますよね。であの、こういった保存が大変とか、研究が大変などの理由で、大切な資料が消えていかないように保存するための給付金が。 出されているそうですそしてこういった世界遺産の登録なんですけど、手続きというのがありまして、さまざまなやっぱり審査があるわけですね、うんでえー、今回話題になっている世界記憶遺産、うん、これは1回で各国2件まで、2>, うん、2つまで申請できます。うんうんうん 地域や政府から出された申請希望について、うん、え資料が、まあ、提出されますね。それを、まず、国内の審査で、うん、ユネスコ本部の委員会に提出するという。で、あの、国内の審査で提出する、こう、2件に絞る。国内でだから、いろいろばーばーといろんな、こう、地域からね、うん、これどうだ、これどうだって2件以上が上がってくるんでしょうけど、うん、国内の審査で、えっと、これをじゃあ、 ユネスコ本部に提出しましょうってことを2件に絞るわけですよ。うんうん、はい。で、ユネスコ世界遺産センターというところがありまして、ここが諮問機関に評価を依頼します。うん、絞られたものに関して、どんなもんかなということを、この諮問機関に依頼するわけですね。調べてねてで、この、えっと、委員会で最終審査。これは2年に一度あるそうなんですけど、この最終審査をして、で、そこで OK、登録っていうことになれば、登録される。ユネスコから給付金が出ると。 いうそういう流れに登録がなってるそうです。うん、で、今回いろんな、まあ中国が出したとかね、うん、ありますけれども、日本は政府が提出したものが、うんえー、これがね、中世のお寺さん、寺院運営について記した膨大な書物、当、え、時、ー、百合文書っていうのを、うん、はい、それから京都の舞鶴市が申請した、えー、シベリア抑留等日本人の本国の 本国への引き上げの記録、これがユネスコに2つ提出されることになったということなんですね。うんうん、で、まあのー、2件に絞られたってことはここなんですけれども、それ以外にもだから、あの惜しくも落ちてしまった、外れてしまったっていうものもありまして。うん <laughs> 例えば、鹿児島県南九州市からは、チランからの手紙、チラン特攻隊、えー、遺言、うんうん、それから全国水平社創立宣言と関係資料というのを申請していたんですけれども、これは残念ながら、国内での審査で外れちゃったと。うん 理由はその国内、ユネスコ国内委員会によりますと、特、え、攻、っと、隊、チラの特攻隊については、この資料については、うん、日本からの視点のみが説明されていて、うんうん、よりさまざまな視点から世界的な重要性を説明することが望まれると、日本目線がちょっと強いので、うんまあ、世界にパンと出すには、もうちょっとこう客観的ないろんな視点からの世界的な説明というのがいるんじゃないかというところだったんでしょうかね。特、うんえっと、に関しては沖縄戦の 時期だけでないことも踏まえて、唯一性とか完全性の説明を補強することが望まれる。いわゆる特殊性。これだっていうところが、うん、えっと、沖縄だけではないので、うん、そこがちょっと弱いかなということでしょうかね。うん、その辺の指摘があったようです。うん、で、まあ、水平社の資料に関しては、保存とか公開のあり方に不足があったということで。これはね、次回再チャレンジ、その辺を。そうん、はい、補って、次回再チャレンジする予定だということだそうですね。うんうん、まあ、あの、記憶遺産の会議ということで、いろんな。先 もね、韓国との一緒に朝鮮通信使を記憶さんになんて動きもあるということですけれどもね、うん、どうなっていくか注目ということなんですが、うん、ところでこのユネスコのなんですけどこのユネスコの会議名古屋で。 この秋開催されるということなんですね。うん、名古屋で、うんはい。このユネスコっていうのはさっきもね、あの、そもそもの設立の経緯っていうのをお話し,しましたけれども、その子供たちのために、時代を担う子供たちに残していくものはっていうようなね、そんなこともね、うん、考えてできた団体です。世界遺産の保護活動も、やっぱり歴史を知ることでいろいろな国の人と仲良くしよう、自然や文化を守ることの大切さを伝え、子供たちが世界とのつながりを感じて平和の大切を分かち合うという理念があるんです。うん 各国の教育環境を整える活動なども積極的に行ってこの辺立ち返ってみると本当にあの中国があの申請するっていうのはどうなのかなと思ったりなんかもしますけれどもねそれとさっきの日本のねあの、はい、2>, 2つ日本の中のユネスコの会議があって、はい、そして、まあ、今度は国際的にユネスコ行く時のその日本の中のユネスコとか中国の中のユネスコの会議とか、うんはい、アメリカの中のユネスコの会議とかっていうのは,はい、はい、みんな国ごとに いろんな基準違国内は国内なりのたぶん基準であるんで、うん、まあその辺感情も人間ですからあって、うん、どれを2つ選ぶかっていうところで、若干、あの他の国からすると、はてらマーが飛ぶような、うんね、選び方いうのがどうしても出てくるのかな、でもやっぱり、もともとの子どもたちのために仲良く、世界で仲良くしていこうっていう理念のもとにっていうところを考えると、うん、そういうのを政治的に利用しようとする動きっていうのはどうかなって私も思いますけれどもねただ僕がね。 まあ、あの言いたいのは、はいあの毎、毎回やっぱりいただくんですよ、うん、これを僕はあの賛成であると、うん、賛成であるというのは、南京大虐殺とか従軍慰安婦の、中国が出すことは賛成だ、はい、なぜならば、ね、世界の舞台出,出して、きちんとやってくれよというんでしょうけれども、<laughs> うん、さっき言ったその会議のあり方、はい、検証の仕方が、はい、あの、 すごいそれはあかんぞという人はユネスコは、うんはい、ユネスコはいい加減な審査をするという前提に立っているんですよ、うんうん、だからそんなもんが通ってしまったら日本えらいことになるって<の>僕はユネスコはきちんとしてるとこだと思うからこそ、はい、それはきちんと検証してほしいなっていうんですけどもあの、まあ、そうなんですけどユネスコはあの 提出された資料の審議とか正しいかとか、その経緯でてい調べますけど、うんあの、提出されてないものに関しては、経一までどこまで調べるかいうところもあるので、うんうん、そこのところがちょっと若干こう、今回の問題に関してはどうかない,いうご意見もあるかとはもうしょうかね。はい、はい、名古屋でこのユネスコの会議が開かれるということなんですが、うんえー、活動の一つ、ユネスコの活動の一つに、持続可能な開発のための教育、ESD という、これ、アルファベット3つなんですけど、うん、ESD というのが。 あります、えー、エネルギー教育、環境教育、国際理解教育、それから世界遺産、地域の文化財などに関する教育など、まあ、あの子どもたち、そしてそのまた次の世代まで、ずっと続いていくような形で発展していくような教育活動というのを目指すというのが、このユネスコの理念のもう一つあるわけですね。ででここののそれが esd est 言うんですけどこの EST は 実は2002年の国連会議で、日本の提案で2005年から2014年までの10年間を ESD ・持続可能な発展のための教育の10年にしようっていうことが、日本の提案で決議されたんです。うん、でこの10年間。 2005年から2014年ってことですから、えー、こことね、ずっといろんな活動が行われてきたわけですね。子供たちが参加して話し合ったり、環境学習、国際理解学習、防災学習なんかを体験する活動っていうのも開かれてきたそうなんです。で、えー、2014年までの10年間ってことですので、その締めくくりの会議っていうのが、実は日本の愛知県と岡山県で行われると。うん いうことなんです。えー、岡山ではユネスコスクール世界大会。これ11月の6日から8日。えーせ、青年フォーラム。これが11月の7日。この ESD に関する議論をそれぞれ行うということで。愛知県でも、えー、閣僚級会合と全体の取りまとめ会合っていうのは、えっ、ー、と、11月10日から12日の3日間、名古屋国際会議場で行われます。こちらは国内外からの、えー、数十名、何十名かの閣僚を含む1000人規模。 が参加する会合ということで、その10年間のこの ESD の活動っていうのを振り返って、今後の方策について、こうあのまあ、大人たちが、ねうん、議論を行うという大変大きな国際会議です今回の愛知でやる会議なんですけれども、うん、その ESD、持続可能な発展という考え方を浸透させるための10年やってきた締めくくりということですね、うん、ちょっと注目、ユネスコの活動っていうのもこうやって見ると、いろいろあるみたいですね。はい